福岡市在住です。夫婦は2人揃ってワクチン接種に通ってます。生後5ヶ月の子供と小学生の子供がいます。ひろきさんなら新学期自主休校させますか？喧嘩お願いします。ワクチンにを接種終わってるんだったら全然気にせずに学校行かせると思いますよ。まあ、多分生後5ヶ月と小学生なので、30代か40代前半ぐらいだと思うんですけど、ワクチン打ってたらほぼほぼ重篤化することがないので、なので気にせずに学校行かせた方がいいと思いますよ。結局学校を休ませた方がいいかもとか、学校を休校させた方がいいかもみたいな話があるんですけど、多分今休校とかしちゃうと今年の多分冬終わるまで学校行けなくなっちゃうと思うんですよね。要はその自主休校とかが1週間2週間で状況が改善するんだったら、じゃあ2週間ぐらいちょっと家でその夏休み延ばそうかみたいなのはまあありだと思うんですよ。で、例えばじゃあ9月15日になりました。日本のこの状況って解決してると思いますかっていうと、多分悪化してると思うんですよね。要はまあ、日本中にそのお盆とかで、東京とか大阪の人が帰省しましたと。で、そこで地元にコロナウイルスをばらまきましたと。で、9月1日になって、学校で、まあ、生徒同士で感染が広まりましたと。ほんで、家族に移してっていうので、で、大体1週間ぐらい経ってからその感染が広まって陽性とか出てくるので、多分その9月の7日とか15日とかの方が、よっぽど感染者数多いと思うんですよね。なので2週間ぐらい休校したとしても別にデルタ株が収まるというのはまずないと思うんですよ。なのでそうするともう長期的に今年の冬ぐらいまではワクチンが普及しないと思うので、今年の冬ぐらいまでは続くよねっていう覚悟はしといた方がいいと思うので、なのでワクチン打ってれば大丈夫なんじゃねっていうふうに僕は思ってます。まあそのブレイクスルー感染って言われるワクチン打ってても感染しちゃう人もいるんですけど、ただ今のところ日本でワクチン2回打って亡くなった人ってほとんどいないんですよね。まあゼロではないですよ。なので、結局人は生きてたら死ぬ可能性あるので、癌だったりとかインフルエンザだったり。なので死ぬ人は死ぬかもしれないんですけど、とはいえワクチン2回打って、若い人で亡くなった方ってほとんどいないので、まあ高齢者の場合だとワクチン2回打っても亡くなる人いますけど、なので子供の教育のためにまあ普通に学校行かせちゃった方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。はい。ウイルスの専門家が2週間で亡くなるって言ったよ。家帰るとも言ってたけどね。お家で静かにしていただきたいですよね、人は。いや、だから、僕、素人じゃないですか。ウイルスとか医学に関しては。で、僕が間違ったことを言ったとしても、まあ、ある種仕方ないよねで許されると思うんですけど、その、医療の専門家です、ウイルスの専門家ですって言った人が、間違ったこと言うのって僕良くないと思うんですよね。要は、騙される人数増えるじゃないですか。なんか例えばじゃあ僕がコロナウイルスはただの風邪だよって言った時に、誰が言ってたのって言った時、40代のビール飲んで喋ってるおっさんが言ってたって言ったら、いやいや、そんなの信用できないよで終わるんですけど、京都大学のウイルスの専門家ですって言われたら、本当にそうだと普通思っちゃうじゃないですか。だから専門家が嘘つくの僕どうかと思うんですよね。